の観測者にとって観測困難な領域を作り出している。2 D F サーベイの観測で示された銀河の分布、上下の分布が示されていない黒い部分が銀河面銀河面吸収体は天の川の星間物質が原因で遠方の天体が不鮮明になっている天球上の領域である。銀河系の銀河面上にある星間物質と構成は可視構成の波長領域で。 銀河系外の天体の約20%を遮っている。その結果、光学的な銀河カタログは、通常は銀河面の近くでは非常に不完全なものとなる。銀河面吸収体は、もともとはイギリスの天文学者、リチャード・プロクターによる、ジョン・ハーシェルのゼネラル・カタログ・オブ・ネビューリーの中の、星雲の分布に関する1878年の論文の中で、 星雲の少ない領域と呼ばれていたものである。もう少し時代が下ると銀河面吸収体による知識のギャップを埋めようと多数のプロジェクトが試みられた。銀河面のダストとガスは高学波長領域の減衰を引き起こし、前景の星は背景の銀河と混同される可能性がある。しかし減衰はさらに長い赤外線のような波長では低下し、電波の波長では実質的に 銀画面は透明である。IRAS やニマスなどの赤外線サーベイは今までより完全な銀河境外の星野の画像を与えた。実際、二つの非常に大きな金棒の銀がマファイ1とマファイ2が1968年にパオロ・マフェイにより、その赤外領域の気線スペクトルにより発見されている。ではあるが、星野の約10%は 銀河面の構成と混同されやすいので、未だに銀河系外の天体のサーベイが困難な領域として残されている。銀河面吸収体の電波波長でのサーベイプロジェクト、特に中性水素原子の21センチメートルスピン反転機線を使うものは、赤外線では探知できなかった多数の銀河の探知に成功している。水素線により探知された銀河の例としては、 ドウィンジェル・ギャラクシー1とドウィンジェル・ギャラクシー2がある。2016年には西オーストラリア大学などによる国際研究チームの観測で銀河面吸収体の方向に約2億5000万光年離れた銀河を880個以上観測することに成功し、そのうち約3分の1はこの観測で初めて発見されたものだった。ありがとうございます。